の歴史そのものなんじゃないかと思う。7つの大罪とか同じ構成だった。旅の全部がつながってワンピースだった。なるほどね。ワンピースって読んだことある？ワンピース読んだことないんだよね。小野さんに聞いた話だけだね。読んだことないのにさ、考察したら面白いなって思って。あなたが、そうだね、そればっか言ってるけど、もう何も覚えてないけどね。ワンピースって何だと思う？ワンピースだから、でも歴史をなんか復活させるんでしょ。ああ、失われた歴史を 見出したいんです、やっぱり。誰から聞いた？空白の100年っていうのがさ、あって、その空白の100年を経て世界政府が誕生したのね。はいはいはい、はい、800年前とか、うん、で、その失われた100年とかのなんか歴史が刻まれてるのはポーネグリフ。はい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 、読める人はね、限られてるんだよね。そうそうそう、ニコロビンとかしか読めなくて。はいはいはい、その古代文字を掘る一族が光月家っていう一族で、和の国っていうところにいて、古代兵器、プルトンとポセイドンとウラヌスっていうのがあって、それの情報が書かれてるみたいな。はい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 、はいはいはい、なんかポセイドンちゃん可愛かったね。誰って？あ、そうそうそう、なんか白星姫。あ、そうそうそう、あれすごい可愛かったね。あ、それは知ってんだ。結構断片的に、断片的にして、なんか断片的に調べた情報は知ってる。で、なんかその世界政府は五老星っていう5人のおじいさんが最高権力者で、そのようにイム様っていうラスボスみたいな人がいて、で、そのルフィとルフィのお父さんたち、はいはいはい、悪魔軍は世界政府をこう転覆させようとしてる。うん、本当はどっちが正義でどっちが悪か分かんないよねみたいな。うん、で、ね、まあ、ゴールドロジャーは海賊王ので、ワンピースを見つけて、あのラフテルっていう最後の島になんかある。あ、行くんだね、これから。はいはい、っていうのを踏まえて、踏まえてね。でも読んでないからね、なんとも言えない。読んでないと思う。やっぱりなんか失われた歴史と関係あるんじゃない？やっぱり、と思うよね。失われた歴史の中で重要な役割を果たしていたのが D の意思を持ってる人で、うん、でやっぱりこう世界政府としては今海賊だとされていた、本当はその失われた歴史においては結構王様だったんだけどみたいな。なるほど。でこう逆にこうこの時代に入って敵とされちゃったみたいな。なるほどね。7つの大罪とか同じ構成だったよね。あ、そうなの。うん、なんかこう主人公たちは追われる身なんだけど、本当は昔の王様でみたいな。ああ、なるほどね。もうそ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 う。で逆になんか今のこう王国を統治してる人たちの方がおかしくてみたいな。ああ、なるほどね。そう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 、そういう構成あったのよ。確か7つの大罪とか、うん、与党の方がおかしい、逆に与党がおかしいんだみたいな。野党の方がいい、野党は昔王様だったんだみたいな。野党は昔王様だったんだ。鳩山政権時代ってこと。そう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 、民主政権が実は王様だったんだみたいな。なんかごめん、俺そういうこと言ったわけじゃないんだけど。そういうこと言ったわけじゃないんだけど、例えばそういうこと。全然そういうこと言ったわけじゃないんだけど。ワンピースっていうものはさ、結局さ、その海賊が求めるさ、そのいいお宝みたいに思われてるけど、一応歴史そのものなんじゃないかと思う。あ、なるほど。うん、だこの歴史にたどり着いた人は海賊の王になって世界を支配できるんじゃないですか。まあそうだね。だからこうその歴史、情報とか歴史とかそういったものそのものがワンピースなんじゃないかって気がする。ああ、そうなんですね。うん、だから埋められた秘宝とかではなくて、こう読める能力とか古代兵器を使える能力とか、そういうのが全部つながってワンピースになるんだと思う。なるほどね。一つなぎの大秘宝ですかね、うん、日本語だと。そう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 、だから一つなぎに全部つながってなっていくんだろうなと思って。なるほど。で今その全然読んだりか知らないんだけど、あの冒険してる過程があるわけでしょ、うん、でその過程白星姫とかに会ってるわけじゃないですか。ワノ国に来たりとか、あとそのロビンを手に入れたりとかしたわけじゃない、仲間として、うん、だからそういうのが全部つながって最後のワンピースなんじゃないかっていう。な、旅の全部がつながってワンピースなんですよ。なるほどね。うん、と思うんだよね。何にも読んでないけどね。でもその白ひげ海賊団死ぬ前にワンピースは 実在するって叫んでたね。ああ、じゃあ本当に埋められてんだぞ。なんかあと小田先生もなんか友情とかそういうものじゃないですって言ってて、ああ、本物の宝、なんかタンジブルアセット、あ、じゃあタンジブルアセットなんだ、うん、だし、まあそうじゃないってなんかわけわかんない漫画で終わっちゃうもん、ね、そうそうそう、だから、うん、なんか原価償却とかするんじゃないちゃんと。そうかそうかそうか、なんか有形資産としてある。いや、そっか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 、じゃあきちんと固定資産税とかも払って、それ払ってんじゃん、固定資産税とか払ってね、所有してる人は今ね。そうそうそう、じゃあそういう終わり方だね。だから本当の宝なのかもね。だからなんかこう政府が持ってる可能性があるよね、そしたら。あ、今は。うん、そう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 。
だってなんか政府転覆させたら手に入るわけでしょ。そう、なんかラフテルにあるって言うんだけど、ラフテルどこにあるのか政府知ってるのかどうかわかんないよね。ああ、そうだね、確かに。ラフテルどこにあるのか。なんかラフテル、なんでラフテルって名前ついたかっていうと、うん、ゴールド・ロジャーが最後そこにいたときに最後みんな爆笑したんだって。おもろすぎるって言って、だからラフなんか笑い話。ラフってことか。そう、テール、テール、そう、ラフテルなんだって。だから笑い話。なんかそういう壮大なオチを用意されて書くが大変だよね。そんな驚きに満ちた笑い話を最後提供しないといけないから、うん、それ難しいね。難しい、難しい。このくだり使える？いや使えるよ。あのね、使えるよ。使える、うん、使える。大丈夫、大丈夫、大丈夫。